こんにちは、今日も非常に寒いですね。まだまだヨーロッパの冬は寒いですね。まあ、試合もなくて、音だったね、試合もなくて、試合には出れなかったって話はしたんですけど、まあ、それでチームは0対0で、今のところ5試合勝ちがないと厳しい状況ですけど、今週ね、松は最下位のチームとの試合なので絶対に勝たなきゃいけない。しっかりと今日からのねトレーニングでいい準備をしていきたいなと思います。まあ、こういう悔しい思いをしてこの1週間どういう心構えで試合とか練習に向かう姿勢っていうのはすごく大事になってくると思うし、一生懸命全力でプレーしたいと思います。どんな状況でもどういう立ち位置になったとしても全力でプレーすることは変わらず、一生懸命にやることがすごく大事なことだなと思っています。もうサッカーのそこだけもう一つ一つやっていくことだし、詰めていければ必ずいい結果が出ると思うし、それを信じてやれればいいので、本当に、まあ、昨日はオフでという感じで、まあ、彼女と一緒に、いろんな時間を共有して、まあ、ちょっとお出かけもしましたし、最後映画も見ましたけど、まあ、ちょっと昨日の映画のお話はあんまり正直面白くなかったので話そうとは思いませんまあ現実的にあと残り8試合残ってて、そこでどういうパフォーマンスができるかっていうことと、8点約10差ね離れてるプレーオフ圏に行くために、さあまあ自分たちがどういうところ頑張れるか、まあ8試合で8点10差って厳しいところはあるけど、まあそれが逆転できないこともないから、まあ、まずそこを目指して一生懸命頑張ることかなと思っています。まあそんな感じで今日の一言に行きましたいと思います。ではまた。